この素晴らしい世界に祝福を。ファンタスティックデイズ。このスバ。ようこそ死後の世界へ。あなたはつい先ほど不幸にも亡くなりました。短い人生ですが、あなたは死んだのです。私の名はアクア。日本において若くして死んだ人間を導く女神よ。あなたには2つの選択肢があります。ゼロから新たな人生を歩むか、天国へ向かうか。ただあなたゲームは好きでしょ。日本では引きこもりのゲームオタクだったみたいだし、今とある世界では魔王の軍勢によって平和が脅かされてるの。肉体と記憶はそのままにその世界へ送ることもできるわ。え、送られても殺されたら意味がないですって？だから大サービス。異世界へ送る際に何か一つだけ好きなものを持っていける権利をあげているの。強力な武具だったり、とんでもない才能だったり、異世界に持っていけるものなら何でもよ。さあ選びなさい。あなたに一つだけ何者にも負けない力を授けてあげましょう。まあどうせ何を選んでも一緒な気はするけど、ヒッキーニートには別に期待してないし。ねえ早くして、他の使者の案内もあるんだから。で、今なんて言った？え、私、待ってよ。いや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 、嘘でしょ。おかしいわよ。女神を連れていくなんて反則だから。向こうよ向こう。魔法討伐なんて無理なんですけど。いやー、こんな男と異世界行きなんて。いやー、なんてこともあったな。まるで昨日のことのようだ。カズマ、何を笑っているんですか？ちょっと昔を思い出してたんだよ。アクアと出会った日のこと。思い出を懐かしむのはいいが、今やることではないと思うぞ。そうか？今こそ懐かしむべきだろう。大事なものって失って初めてわかるんだな。アクアは俺にとって大切な仲間だったんだ。ちょっと待ってよ。失ってないでしょ。まだ生きてるんだから早く助けてほしいんですけど。生温かいの、ぬるぬるするの。このままじゃ本当に飲み込まれちゃうんですけど。アクア、大丈夫だ。お前がいなくても俺はこの世界で強く生きていくよ。諦めないで、もっと頑張ってよ、カズマさん。今回は自業自得ですよ。アクアが調子に乗って魔法でモンスターをおびき寄せたからそうなったのです。だって一箇所に集めてメグミンの魔法で倒してもらえば私はカエルに近づかなくて済むと思ったんだもの。モンスターの体液でヌルヌルになるなんてめったにない体験。アクアだけずるいぞ。人のピンチを特殊プレイみたいに。しょうがねえな。
もっと次。冒険があなたを待っていますよ。夏になったらこの子たちにかき氷を作ってもらうの。私にどんな格好をさせるつもりだ。今日は部屋でゴロゴロしよう。槍の特訓だって踊りに活かせるかもね。あまりの強大さゆえ世界に疎まれし我が禁断の力を何時も欲するか。おいおい、この世界に労働しに来たわけじゃないんだぞ。このスバ、ムクつけき男たちが私を見ている。近寄ると痛い目に遭いますよ。槍の特訓だって踊りに活かせるかもね。これとっても美味しいんです。はい、どうぞ。私の名前はダクネス、クルセーダーを生業としているものだ。自己紹介は2。この開口は世界が選択せし定め。はい、カズマです。男の人は僕に触れない方がいいですよ。私に世の中のことをもっと教えてほしいのです。夏になったらこの子たちにかき氷を作ってもらうの。新しい。これで立派な冒険者。新人冒険、このスバ。私はアクア、アクシズ教のご神体にして水を司る女神よ。パーティーメンバーの募集はあちらです。いろいろ教えてあげる。こんな寒さ、爆裂魔法で吹き飛ばしてあげます。もっともっとアクア様の尊い教えを広めるのよ。たまにはこうしてくつろぐのもいいですね。今日も親方に褒められちゃったわ。シュワシュワでも飲みに行くかな。へっへっへん、やっぱこの店は最高だな。あまりの強大さゆえ世界に疎まれし我が禁断の力を。消えちゃう消えちゃう、浄化魔法はやめてください。コウマ族英雄伝鋭意執筆中だよ。これから散々こき使ってあげるから喜びなさい。観光ですか、洗礼ですか、それとも私。力を貸してほしいならいい女を紹介しろよな。魔道具店の店主をしています。君も深淵を覗いてみるかい。こなすば。パーティーメンバーの募集はあちらです。エイミーは褒めてくれるかな。外の世界はなまらうまいもんがいっぱいだ。
うなすば。ようこそ冒険者ギルドへ。迷える魂たち、安らかに。ようこそ冒険者ギルドへ。よく盗みよく遊べってね。ようこそ冒険者ギルドへ。迷える魂たちよ、安らかに。パーティーメンバーの募集はあちらです。仕方ないなあ。ちょっと可愛さ 1000% エーリカです。ようこそ冒険者ギルドへ。玉の休暇にはちょっとだけ息抜きをしてもいいんじゃないかな。魔王は僕が必ず倒してみせよう。魔王は僕が。ようこそ冒険者ギルドへ。この探検可愛くない？このスバ。これは素晴らしいステータスの持ち主です。このスパ悪気はないんですけど、男の人が苦手でつい手が。アクセルハーツのこと皆さんに知ってほしいんです。